日本人なんて何の取り柄もない右往の衆じゃないか。日本人を侮辱した韓国企業、そんな彼らに待ち受けていたのは後悔してもしきれないとんでもない運命でした。これまでの国際的なトラブルや国の教育により反日感情を抱く人も多い韓国。今回主人公は取引先との親睦を深めるために食事会へと参加を決めたのですが、その取引先の担当者が主人公に対してことあるごとに突っかかってきたそうなのです。そしてついに日本人を侮辱する発言を繰り返すように、このような態度を取り続ける取引先に主人公は冷静に契約解除を宣言したことで、事態は思いもよらない結末を迎えることとなるのでした。今回はそんな主人公と取引先とのやり取りの顛末を海外の反応と合わせてご紹介していきます。それでは早速一緒に見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。私は村中隼人と言います。日本の製鉄会社で今は課長として日々働いています。弊社の取引先は多岐にわたり、その中には韓国の企業も含まれています。今回はその韓国のとある企業と私たちの間で起こったトラブルについてお話ししたいと思います。私が実際にその韓国の企業とお取引をするにあたり、ジフンさんという担当者とやり取りをしていました。先日私はそのジフンさんの先輩にあたる日本人の菊池さんの3人で食事を共にしていました。韓国焼肉店で開かれたこの食事会は平たく言えば接待でした。初めの30分くらいは仕事の話ばかりだったのですが、次第に内容はプライベートなものへとシフトしていきました。それで村中さんは韓国に行ったことがありますか？韓国は素晴らしい国ですよ。ぜひ一度は人生で訪れるべきところだ。ジフンさんは随分と熱心に私にそう語りかけてきます。どうやらお酒も進み、かなりリラックスして会話を楽しんでいるようでした。楽しんでいるのは何よりだと思うのですが、しかし私はこの時少しばかり困惑していました。というのも私は嫌韓感情があって、韓国に関する話題があまり心地のいいものだとは思っていられなかったのです。しかしそれはあくまでも私個人の話。ジフンさんは私にただ自分の国をおすすめしているというだけですし、ここで私が彼の気分を損ねるのも得策とは言えません。できる限り表情を変えず、彼の話に興味深そうにうなずいて見せていました。ただジフンさんはやはりアルコールもあってか随分と饒舌でした。韓国は日本からなら日帰りだって行ける距離ですよ。まあもちろん宿泊した方が何倍も楽しめるでしょうがね。そうだ、私のおすすめの観光名所をご紹介しますよ。韓国は今や世界でも指折りの経済大国になりつつありますし、正直そこいらの国なんかに韓国を超える魅力なんか出せるわけもありません。日本人もきっと韓国に行けば新しい価値観を得られるに違いありません。どうです、村中さんも行ってみたくなったでしょう。韓国以外の国を下げて自国をアピールするジフンさんに私は終始困惑しっぱなし。そしてそれは同じ会社の先輩として同席している菊池さんも似たようなもので、おいおいジフン、いくら何でも酔いすぎだぞ。村中さんも困ってらっしゃるぞ。すみませんね、どうにも押しの強いやつでして。そんな風に私に気を使いつつジフンさんをなだめようとしていました。おそらくこの菊池さんには私の嫌韓感情が少なからず読まれていたところもあるのでしょう。話題そのものを先ほどから韓国に関するもの以外にシフトさせようとしてくれていましたから、いや、もしかしたらすでに私の表情にも目に見えて変化があったのかもしれませんね。しかしそれでもジフンさんは私の感情になどお構いなしに会話を続けようとします。さすがに私もこれには我慢が限界に近づいていたこともあり、ついに一言、すみません、正直私は韓国に行こうという気持ちもあまりなくて、お話ししていただいて申し訳ないのですが別のお話にをしませんか。そうジフンさんに言ってしまいました。我ながら少し後悔を覚えましたが、しかしジフンさんの熱量はとっくに危険域にまで高まっていました。興奮すると内心が筒抜けになってしまうのか、私がこうして割って入ってなければ彼は次第に自社の日本人たちへの不満を言いかねない雰囲気になっていたのです。
そんな私の精一杯の対応にジフンさんは憤りを覚えたようでした。それは興味がないとそうおっしゃりたいんですか？韓国をバカにしているということですか？一体会話のボタンをどうかけ違えてしまったのか、ジフンさんは私の言葉に自国をバカにされたと受け取ってしまったようです。お酒で感情的になりすぎているジフンさんは私に詰め寄りながら言います。僕の国をバカにする人は許しませんよ。謝っていただきたい。日本人はいつも私たちを見下してきますよね。けどそんなの日本人にだって問題行動を起こす。人だっているのだから同じことだ。経済的に見れば今は韓国の方が上です。日本人なんて何の取り柄もない烏合の衆というやつですよ。高圧的な物言いに、ここが接待の場であること、そもそも公衆の面前であること、そして何より自分が一大人であることなどをすべて忘れて、私はジフンさんから視線を外して席を立ち上がって言います。菊池さん、どうやらもうこれ以上この場でお話を続けることは難しそうです。明日また連絡しますので、もろもろのご対応をお願いいたしますね。周囲の人々がこの場の異様な雰囲気を感じ取って視線をよこしてくるのを感じつつ、それでも私はすぐにその場を立ち去ろうとかかとを返します。おや、逃げるんですか村中さん。この雰囲気を感じ取れていないのか、それとももう怒りでさまつなことなどどうでもいいのか、ジフンさんはなおも挑発的な態度を続けました。私はそれに何も答えず、そのまま焼肉店を後にするのでした。村中さんは店の外まで慌てた様子で出てきて、私の背中に声をかけていましたが、私はもうその声に反応することはなかったのでした。そして次の日、ジフンさんとの昨日のやり取りについて、菊池さんは上司を連れて会社に謝罪にやってきました。昨日こそ私もつい冷静になりきれずにその場から立ち去るという対応をしてしまいましたが、一旦は彼らの謝罪の言葉を聞き、後の対応は私がまた感情的にならないよう私の上司に一任することにしました。上司曰く、先方の誠意ある態度に今回の件は水に流した方がいいのではないかとのこと。正直今後の菊池さん、ジフンさんの会社との取引に消極的になりかけていた私ですが、ここは上司からの提言もあってぐっと気持ちを耐えることに。その日帰宅途中に我ながら大人げない対応をしてしまいそうになったことを恥じ入っていたところ、私の携帯にジフンさんからの電話がありました。電話の要件は昨日の件についての改めての謝罪とのこと。しかし私はこの連絡に完全に頭に来てしまいます。村中さん、昨日は酒に酔っていたとはいえすみませんでした。僕も言い過ぎだったと思っています。ただ韓国をバカにしたというのは本当のこと、僕も謝ったのだから、あなたもそのことについて誠心誠意謝罪をしてほしい。ふざけるなと私は電話口に吐き捨ててそのまま電話を切り、彼の番号を着信拒否します。また次の日、私はジフンさんからの電話を菊池さんへと報告すると、それはどうやら彼の勝手な行動だったようで、本来ならもう関わらないように言っていたところ、彼の一存で電話をしたとのこと。私は改めて菊池さんに、もう金輪際ジフンさんに弊社や私自身に関わらないように厳しく対処してほしい旨を伝えるのでした。それ以降ジフンさんからの連絡はなくなりました。菊池さん、ジフンさんの会社からも大きなアクションは何もなく、言ってしまえばほとぼりを冷ますためにも何もしないでおこうとしているのだと理解しました。その後このようなしょうもないやり取りがあった気苦労のためか、私は丸3日間発熱に苦しみ会社を休むこととなります。するとその発熱中の2日目のことです。非通知で私のスマホに電話がかかってきたのです。一応それに出てみると、電話相手はジフンさんでした。どうやら着信拒否されていることを悟り、これまでとは別の形で連絡をしてきたみたいです。あんたのせいで会社を辞めなければならなくなった、どうしてくれるんだ。そんなことを言われた気がするのですが、何分熱にうなされていて記憶が曖昧になっており、相手がジフンさんだということもあって、私は真面目に彼の話を聞いていませんでした。そして熱が下がり、明日からまた出社をと思い上司に連絡をしてみたところ、ジフンさんたちの会社がジフンさんを辞めさせることを決定したそうだと報告を受けます。その時
昨日のジフンさんからの電話の内容をようやく思い出して合点がいきました。さて、そこからまた数日が経過しました。私は普通にまた仕事に精を出しており、ジフンさんや菊池さんの会社とのやり取りは一旦様子見をしていました。いろいろあったのでやりにくいことこの上ないのですが、それでもこれまで数年単位でやり取りをしていた取引先なので、簡単に見切りをつけるわけにもいかないのでした。それにジフンさんのあの様子も気になっていました。彼はまだ私に遺恨があると考えていいでしょう。厳密にはまだ彼はあの会社の社員ですが、しかし一応はもうこの問題は私とジフンさんとの個人の問題という見方もできます。余計なことはやはりせず、当面は放置をしておくのが正解でしょう。ですが、ジフンさんはそう考えなかったようで、私にまた怒りの電話をしてくるのでした。もしもし、村中さん。あんた本当にいい根性をしてるよな。よくそんな平気でいられるものだ。あんたは僕の国と母を侮辱しただけでなく、僕から仕事まで奪ったっていうのに。そんなことを言われるのです。母を侮辱とは、もう明らかに冤罪でした。酒に酔っていたために記憶が曖昧なのか、はたまた適当に理由をでっち上げて、自身の正当化をまだ図ろうとしているのか。いずれにせよ、彼とまともに取り合っていても埒が明きません。はいはい、それで何の用ですか。私は終始こんな調子でジフンさんの怒りを受け流す姿勢を崩しませんでした。これに、さらに怒りのボルテージを上げるジフンさん。あんた何様のつもりだよ。いくら会社の取引先とはいえ、あんたがあんな態度を取るからこんなことになったんだろう。俺が担当に変わったから、韓国人だから。バカにしていたんだろう。そしてもともと取引を打ち切ろうとしていたところに、俺に罪をかぶせてうちの会社を悪者にしてから切ったんだ。初めからああやって俺のことをはめようとしていたんだろう。なんとも盗作した推理でした。すでにジフンさんは自身の境遇のこともあってか、冷静に物事に対処できない心理状況にあるみたいです。俺が担当になってから消極的な態度を取るから、うちの上司も困惑していたんだ。上司も俺のせいみたいに言ってくるし、何なんだよみんなして。日本人はこれだから気に食わない。みんな無能のくせして責任を俺たち韓国人に押し付けようとしてくるんだ。日本なんてとっくに韓国に負けてるっていうのに。もう私は彼の話を1割だってまともに聞いていませんでした。それどころか、もう何でもいいからこんな時間を終わりにしたくすらありました。それでジフンさん、あなたはどうしたいんだ。私の言葉にジフンさんは少し戸惑いを覚えたようです。ジフンさん、あなたはこの電話をあなたの会社の社員としてかけていると取っていいよね。言い訳はいらないよ。だって私たちはプライベートでこうやって電話で話すような親しい仲ではない。だからこれは会社上のつながりあっての電話だ。あなたはまだあの会社に在籍していることだしね。そんな状態でこんな電話をしてくるくらいなんだから、私はあなたの会社にまた文句を言わなくてはいけなくなった。今後の対応もしっかりと協議させてもらう。それらはあなたの行動が招いた結果だ。その責任から逃れようとするなよ。声でわかるほどジフンさんはうろたえていました。なんだよ責任って。これは僕とあんたとの話で。私はすぐにその言葉を否定します。いいや、あなたにはまだ一会社員である責任がある。その上でこんなことを言っているのだとしたら、こちらだって会社員として対応する。それとも本当にプライベートだったと、なら、こちらは名誉毀損で訴えさせてもらおうか。いずれにせよ、公私混同しまくってこんな電話を何度も何度もかけてくるあなたは、まともな人間性をしているとは言い難い。二度と関わらないでいただきたい。こうして電話を終えた私ですが、またすぐにジフンさんからの接触がありました。それは2日後の終業後のことでした。車に乗り込もうと駐車場に向かうと、彼が柱の陰からすっと姿を現したのでした。周囲には人もまばらにいるとはいえ、状況だけ見ればとても危険な状態だと感じた私はすぐにきびすを返そうとします。しかしジフンさんは私を呼び止めて言います。待ってくれ、一度きちんと話をしたいんだ。ここが嫌ならどこか近くのファミレスにでも行こう。人がいるところなら私も警戒心なく話をしに来るだろうと考えてか、
そんな提案をジフンさんはしてきました。私もいい加減こんな形で付きまとわれるのは嫌だったので、場所を一番近くのファミレスに移してジフンさんと話をすることにしました。すると数分後に私たちのテーブルにやってくる一人の存在が、見ればその男はジフンさんに視線を移し、ジフンさんも彼をテーブルへと迎え入れます。なんだあんた、相当私に、ジフンさんは言います。そう喧嘩腰にならないで。彼は純義、うちの会社の同僚で、今回の件で同じ会社の立場として公平に話を聞きにもらいに参加してもらったんだ。そんな立場でどの口が公平というのかと思いました。純義さんが言います。なあ村中さん、あんた菊池さんとつながってんだろ。菊池さんに情報を流してどうにかこうにか互いに利益を貪ってるって感じだろう。話が見えてこない私がいぶかしげにしていると、さらにジフンさんが言います。菊池さんはうちの会社で言えば外部からの駐在社員に近い人間でな、うちの会社の存続なんて究極的に言えばどうでもいいんだろう。日本人だし、うちの会社を見下しているのもあるだろうからな。そこであんたと菊池さんがつながって何かしらの賄賂を享受しつつ、うちの会社との取引を打ち切ろうって考えたってところか、代わりに菊池さんところの会社と直接取引をするとか。あまりにずさんな推理、そして冤罪のかけ方に私はため息を吐きます。こんなことを聞かされるために私は仕事終わりにこんなところにこんな人間といるというのでしょうか。このことをバラされたくなければ、それなりに誠意ある姿勢を見せてもらおうか。こっちにはその筋のつながりだってあるんだ。その人に言えばこの先危ない話になることだって予想はつくだろう。まるで決め台詞のように言う純義さんに、私はこう言い返しました。私は菊池さんと商品の単価について話し合って取引が難局化していたに過ぎない。あんたたちは妙に俺と菊池さんに裏があって、今回の取引を打ち切ったみたいな推理を披露してくるが、そもそもジフンさんが担当に代わるもう少し前からこの取引は消極的になっていたんだ。それをなんだあらぬ容疑をかけてきた上に、今明らかにあんたたちは脅迫をかけてきたよな。言っておくが、この会話はこのファミレスに入ってきた時から録音してる。あんたたちが勝手にその筋のつながりとやらを呼ぶのは結構だが、それはこんな低次元の喧嘩とも呼べない喧嘩に関わってくれるような奴らなのか。こうして彼らは完全に威勢をなくし、純義さんに至っては話が違うじゃないかとジフンさんに詰め寄ってもいました。彼らはどうやら本当に大した根拠も備えもなく、こんなチンピラのような絡み方で私に復讐しようとしていたみたいです。その場から立ち去ろうとする純義さん、その背を呼び止めるジフンさん、さらにその二人に向けて言葉を投げかける私、勝手に立ち去らないでもらいたい。この件もう少しきちんとお話ししなければなりません。差し当たって威力業務妨害、恐喝脅迫で告訴しようと思います。彼らはもうそれから何も言わず、結局事態は大ごとにならずに解散することとなりました。私も正直こんなことで訴えるだの何だのしても時間の無駄であることは分かりきっていたので、この決着で良かったと考えています。後日ついに菊池さん経由でジフンさんや純義さんの韓国企業の大元を占めている企業の人が私の元に謝罪に来てくれました。謝罪に来てくれたその方は古賀というらしく、古賀さんは今後の取引については弊社と行ってもらえないかと交渉しに来てくれたみたいでした。彼が出す条件はこれまでの韓国企業との取引よりも待遇が良く、そのような誠意を見せることでここまでのしがらみを水に流してほしいという意図もあったようでした。これにて私は完全にあのジフンさんたちと縁が切れ、さらに皮肉なことにジフンさんたちがしていた的外れな推理が近い形で現実となったのでした。それでは今回のエピソードについて寄せられた海外からの反応も一部ご紹介していきましょう。めちゃくちゃな言いがかりでどんどんと自分たちの首を絞めていくように笑ってしまった。日本人って本当に我慢強い。おかしなことを言われても平和的解決を望んでいる。今回は暴力沙汰に巻き込まれる可能性もあったから、なおさらその姿勢に感心する。最後の着地が随分とうまくいきすぎていて、少し現実感がなかったかな。ありがとう、俺たちが言いたいことをさらにうまく言ってくれて。
見ていてとてもスカッとしたよ。いかがでしたでしょうか。ジフンという男が始めた自慢話から随分と複雑な経緯をたどって起こった今回のトラブル。何事もトラブルなどはできるだけ避け、正しい対応を取ることが大事だと気づかされましたね。皆さんも関わり合いになる人には十分にご注意を。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。